手分けしてゴッドウォーリアたちと戦いながらヒルダの元へ向かうセイヤたち。いち早くヒルダのいるワルハラ宮へたどり着いたシュンだったが、そこにはアルデバランを倒し日本でサオリを狙ったゴッドウォーリア、ゼータ星ミザールのシドが待ち構えていた。よくぞここまでたどり着いたな。褒めてやろうアンドロメダ。だがこのシドの剣は日本において身に染みたはず。引き返すなら今のうちだ。あいにくだけど僕が引き返すときはあなたたちを倒した後だ。ふん、そんな減らず口が叩けるのも今のうちだ。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。ファイト。ギリシャ神話において王女アンドロメダはポセイドンの生贄になろうとしたが、さしずめお前は我が神オーディーンの生贄になるがいい。このシドの剣によってな。時間はないんだ。一刻も早く沙織さんを助けなきゃ。僕は必ずシドのオーディーンサファイアを手に入れてみせる。そうはいかん。ニーメを倒したのは一姉さんなんだ。今度は僕一人で戦ってみせる。僕の知恵の動きが鈍い。ニーメとの戦いの影響か。それにしてはの力だけではここまで来れなかった。傷つけてしまったかな。おかしい。日本で戦った時とまるで違う。僕のチェーンが全く指導を捉えられない。アンドロメダ、まだ気づかないのか。これは陶器。そうだ、俺の発する陶器のコスモがこの部屋全体を覆い、お前のコスモをもはるかにしのごうとしている。だからお前の繰り出すチェーンも本来の威力を失い始めているのだ。あ、僕のチェーンに霜のようなものが。これがシドの陶器なのか。まもなくお前のチェーンは子供騙しの小道具となるだろう。俺のコスモが高まれば高まるにつれ陶器も限りなく高まる。ましてこの密室ともいえる部屋においてはなおさらにな。チェーンだけではない、お前自身も身動きが取れなくなる。僕のチェーンがまるで通じない。一体どうすれば。シュ、お前はそれぐらいのことでもう諦めるのか。あ、兄さん。自分の力を信じる限り不可能はない。コスモを燃やすんだ。俺も諦め、ミーメが託してくれた夢を実現させるために。一体どうしようというのだアンドロメダ。できることなら僕は生身の剣は使いたくない。でも僕は兄さんやセイヤたちとの約束を守るためにもあなたを倒さなければならない。僕の本当の力で。どうしたことだ。
部屋を覆う陶器がアンドロメダの起こした気流とともに外に吹き飛んでいく。これであなたと対等に戦える。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。ファイト。受けろ指導。僕の真の力を。なるほど、これがネビラストリームだが、この程度俺の髪の毛一本傷つけることはできない。気流の渦が私の動きを封じている。ネビラストリームはまだ激しさを増すというのか。そうだ、ネビュラストリームは僕次第で限りなく激しさを増す。そして最後には気流が嵐となるのだ。甘いな、アンドロメダ。この程度のストリームを起こしたくらいで勝ち誇るつもりか。このストリームの中で動けるのは。これが最後の勝負になりそうだな、アンドロメダ。さあ嵐と山を起こしてみるがいい。もっともこのシドの剣を受けてもなお立っていられればの話だがな。行くぞシド。これが僕の本気だ。ジェイソンは逃げられない。攻撃では神聖なこのワルハラ宮の床を無益の血で汚すわけにもいかない。アンドロメダ、お前には白きドムライの花を噛み取る。ウィナー、僕の力だけではここまで来れなかった。僕の力だとこんなものかな。まさしく気流が嵐に変化した。お許しください、ヒルダ様。我が祖国アスガルドに栄光あれ。兄さん、僕は一人でシドを倒したよ。これがシドのオーディン・サファイア。シュン、シャイナさん。私は大丈夫、話は後だ。早く行け。そうはいかん。シャーン。シャイナさん。シュン、シュン。これは一体。